ここは新型コロナウイルスと最前線で戦う日本赤十字社医療センターです。熱が40度、脈拍数114回でちょっと不正があるそうなんですけれども、救急医の近藤裕二さんは昼夜を問わず感染した患者と向き合い、中には惜しくも命を落としてしまった人もいました。新型コロナウイルスの恐ろしさをこう語ります。これからちょっといくつか質問させていただくんですけれども、運び込まれたその患者さんの受け入れ体制っていうのは今これ現在の状況でいうと結構その切迫してる状況ですか？そうですね、普通の患者さんもそうなんですけど、そのちょっとでも熱があったり呼吸器の症状、咳があるとか、うん、呼吸状態が悪いってなっただけでどこの病院もなかなかコロナかもしれないって思うので、はいはい、受け入れられないんですよね。そうするとそのコロナの病ベッドがない、なく、もうほとんどのところが多分どこもいっぱいになってきちゃってて、それぞれの病院がそれぞれにこうベッドを拡大、ベッドを増やしていってるところだと思うんですけど、はい、それが追いつかない ところがあるので、そうすると何十件も病院、救急車が何十件も断られたりとか、そういうことが頻発をしているという印象がありますね。ちょっと前というか、コロナが流行しだす前よりは全然そういう確率が高いと。救急の仕組みの関係で、はい、この地域の中で救急車の受け入れが、救急患者の受け入れが決まらないと、はい、いろんな病院に電話をして見てもらえませんかってお願いをするんですけど、はい、一番ひどい時で僕とその東京消防庁にいらっしゃるコーディネーターの方で合わせて120件ぐらい電話をしたこともあります。120件、もうとはっきり言って東京中の病院ですよね。そうなると、でそこまで行かなくてもやっぱり正直数十件電話がをかけて決まらないっていうことは結構このコロナの流行後は多かったですと思います。僕たちもちょっと辛くてですね、結構しんどいです。正直しんどいです。それは。本当にその僕たちと同世代の若者の中にはですね、今もなお外に出て遊んでいたりとか、マスクをせずに、無防備な方もいらっしゃいます。若者でも感染するということを具体的な事例で教えていただけますでしょうか？はい。結構もう若い人、もう今高齢者に限らなくて若い人でも感染するっていうのが増えていて、はい、ひどい人だと本当20代半ばのスポーツ選手みたいな人でも、はい、かなり重症化して本当に命の危険に及ぶところまで行ってかなり大変だった人いますね。やっぱりその免疫力が自分はきっとあるっていうふうに思っている方でもやっぱりその感染して重症化してしまうケースが多いということですか？そうですね、やっぱりその、高齢だったり持病があったりっていう人の方が、その確率としては高いのかもしれないんですけれども、はい、若い人でもなるときはなる。ロシアンルーレットだと思ったらいいと思うんですけど。なるほど。当たるときは当たるなっていう感じがします。じゃあもう当たってしまったら非常に危険な状態に直面してしまうということなんですね。これちなみにこれ重症化した場合なんですけど、これどんな症状が出てどの程度の苦しさをこれ覚悟しなければいけないんでしょうか？世間一般でいうその軽症って言われる人たちでもインフルエンザより多分きついんですよね。なるほど。インフルエンザよりもずっときつくて、もうかなりなんだろうな、だるくて、もう動くのがやっとみたいな感じになっていくんだと思うんですけど、はい、本当に重症化してくると、もう息もできなくて、しかもすごく進行が早いんですよね。はい、その朝ぐらいからちょっと息苦しいなって言って、入院患者さんとかですね、はい、息苦しいなって言って酸素を始めたと思ったら、もうその酸素の必要量がどん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 増えちゃって、はい、もうその日、朝苦しいって言い出した人がもう午後には気管挿管して人工呼吸器につないでないともう命が持たないような、はい、そのぐらいのスピード感なので、非常に、進刻だし
悪くなるときが一気に来るって感じですね。その人によってその症状の進行状況のパターンっていうのはやっぱ違うんですか？そうですね、害して早いんですよ。そのちょっとずつちょっとずつ悪くなるというよりは一気にガーッと悪くなるんですけど、はい、悪くなるスピードとかタイミングが、まあ、人によって違う。その読めないって言ったら変ですけ ど、 なるほど。本当に短時間で悪くなってしまう方もいらっしゃいますし、まあ、最近ではこうそれこそ家で多分ゆっくりされてた方がもう 家で急激に悪くなって、はい、いう方もよく運ばれてくるようになりましたね。重症化して結果この亡くなられた方を見送る時のその気持ちというのはどういうふうな心境なんでしょうか？いや、まあとにかく、まあ、無念ですけど、もちろん他の患者さんと同じように無念なんですけど、はい、他の患者さんと一番違うのはなかなかその、そういう集中治療室に入って治療してる方って、まあ、毎日面会してもらって家族との時間っていうのを少しでも取ってもらうようにはしたいと思うんですけど、この病気は合わせてあげられないんですよね。だから入院したらしたままずっと会えなくて、最後の時にもかなり制限をかけなくちゃいけないので、やっぱりね、その窓の外から見てもらうとか、もうそれこそ全身フル装備になった人一人だけ入ってもらうとか、なんかそういうかなり制限がかかるんですね。普通家族に囲まれながらみんな手に入ってね、こう最後の時間をね過ごしてもらえればと思うんですけど、そういうことがしてあげられないので、はい、そういう部分も僕たちとしてはかなり気持ちが重いというか苦しいですよね。やっぱそのようなその悲しい事実に直面してしまった時のご家族の様子というのはいかがですか？やっぱりその難しいですよね。家族としてもそのやるせない気持ちがかなりあると思いますし、はい、まあ、その一方でって言ったらあれなんですけど、下手したらご家族自身もその家の中でもらってるかもしれないわけで、はい、そうするとその人たちはそもそも病院に来てもらってはいけないというかですね、うん、自宅で待機者になってしまったりすることもあるので、本当に電話で一報するだけみたいになってしまうこともあるので、うん、そうなると本当に気の毒ですよね。この医療崩壊という言葉をよく耳にするようにしました。で、その現実をちょっと今回お伺いしたいと思うんですけれど、その先生方もやっぱりそのメンタリティ的なところで少しちょっと疲弊している部分もやっぱりあるんですか？相当疲れてると思いますね。僕だけじゃなくて、まあ医者だけじゃなくて、特にナースのみんなは患者さんとずっと触れ合っているわけなので、最前線にいるから疲れてると思いますね。やっぱ緊張感が相当高いんですよね。はい、結構なんていうんですかね、まあ、僕たち自身が感染するんじゃないかっていうリスクも相当ありますし、はい、まあ、かなり緊張感ストレスは高いと思ってます。いや、本当に日々ギリギリの状況で最前線で戦ってくださっていることに本当に心から感謝しております。ありがとうございます。でもその点、まあ、なんだろうな、うちの病院でもそういうなんか心、そのスタッフのメンタルケアをするような仕組みをね、はい、ちょっとずつ作ったりして、まあ、なんとかみんなで乗り切れるようにとは思っていますし、これからも頑張っていこうと思ってます。実際にその今感染危険性というのを医療従事者の方々自身がちょっと恐れているというふうにお聞きしました。まあ、僕たちも毎日その診療するときに今までにないぐらいしっかり完全防備で診療をしないといけなくなってるんですね。症状が軽くてもう、あ、これ今までのいつもの持病の人だよねって思ってたら実はコロナでしたよっていうことがありえるので、うん、はい、まあ救急でたくさん見てる限りそういう危険性っていうかさらされているから、そういうリスクはあるだろうと思ってますし、うん、さらに言うとその集中治療室でいっぱいそういう患者さんがいらっしゃるわけなので、はい、そういう人たちにもう本当に間近でというかですね、うん、体に触れてずっと診療している以上はいつ何がどうなっても仕方ないというか、うん、まあ、もちろん全
気をつけてるし、かかりたくもないですけど、はい、だけど、覚悟はしてますよね。遺書書きましたよ、僕。遺書書かれたんですか？遺書書きましたよ。もう、かかりたくないですけどね。でも死んじゃうかもな、かかったら助かるか分かんないしなと思ったら、そんぐらいの覚悟でやってます、ね。僕だけだと思いますけど、そんなことしてるのは。これ今、その一般の方々が、感染にその神経質になるあまり、その医療従事者に対する偏見だったり、その差別的な言葉というのが、そのちょっと SNS 上で出ていたりとか、というのをちょっと聞いたことがあるんですけれど、こういう話はちょっとお聞きしたりはありますか？これ実例というかですね、はい、まあ、同僚の中で聞いた話ですけど、まあ、例えば子持ちの職員もいっぱいいますので、はい、保育園に迎えに行ったら、その人が入ってきただけでもう、周りの父兄がバーって避けちゃうとか、うん、まあ、そういう話は聞きますよね。みんな多分自分の仕事を明かしづらいかもしれないですよね。僕はまあ偶然、幸いにも、ね、周囲の人にかなり助けられてて、はい、本当に感謝してるんですけど、まあ、中にはそういう目に遭うスタッフもいると聞いてます。やっぱりちょっとそういう環境を作り上げてしまうという、まあ、やっぱり良くない輪というものがやっぱり出来上がってしまうことによって、やっぱりその医療関係者の方々にとってのストレスになってしまいますよね。そうですよね。そうですよね。これやっぱ医療従事者の方とはいえども、やっぱり同じ人間なわけじゃないですか。やっぱりストレスとか、その心の負担とか、溜まっていますか？溜まってますね。相当溜まってます。僕自身もだし、やっぱナースたちも、ナースだけじゃないと思いますね。みんなそうだと思います。病院で働いている人間はみんな、それなりにストレスを抱えて。うん、まあ、やっぱり、日常じゃないんで、うん、もう非日常を感じながらやってるはずなので、みんな相当精神的には疲れてると思いますね。これはもうこういうやっぱり現状環境っていうのは、医療従事者の方々もほぼ初めてに近い今そういった現状なんでしょうか？そうですね。これは今までにない感染症だと思いますので、まあなかなか対応も難しい、簡単に言うと治療法もないし、なんだろうな、経験、世界中の誰もまだ経験してないわけですね。この数ヶ月の間に、はい、みんな新しい経験を積みながら、こうすればいいんじゃないか、ああすればいいんじゃないかって、手探りでやっていくしかないものがあるので、まあそこに関しては、何が正解か分かんない中でやってますからね。それはそういう意味でもストレスだと思いますね。これ今、自宅にいること、ステイホームというのが盛んに伝えられていますが、これ僕たち若い世代が人と接触しないことがどれほど大切なことか、この映像を見ている人にお伝えしていただけますでしょうか？はい、若い人は確かに症状が軽く済むっていう話があったりも、はい、済むことが多いという話もあります。ただ、それはさっきも言ったように絶対ではなくて、ご自身 その命に関わるような症状に進んでしまうこともまあまああると思うんですね。だからまず感染しないことが大事だと思います。はい、でもし感染しても症状が出なかった、じゃあそれでいいのかっていうと、そうではなくて、それを人に移してしまう、家族に移したりね、大事な人に移してしまったりしたら、その人自身がもし命が大丈夫だったとしても、自分が家の中にウイルスを持ち込んだせいで家族みんなコロナウイルスにやられてしまったって、うんうんうん、そうなった時の自分、自責の念というかですね、自分を責める気持ちっていうのは相当強いと思うので、うん、そういう意味でもまずウイルスをもらってこないような生活をしてほしいなって思います。なんか最近医療者のためにとか
よく言っていただくんですけど、はい、そのはっきり言うとその僕たちのためにじゃなくてご自身のためにご自身悲しい思いをしないでほしいっていうのが全てです。自分を守ることがやっぱり自分の大切な人を守ることにつながるということですね。そうですね。本当先生もう本当感謝しかないです。日々いつでもファンサービスをメンタル的にしていきたいと思ってますので。ありがとうございます。はい、もうずっと、もうずっといつまでもペンライトが光っているように願っております。あ、すごかったですどっから違いない、間違いない最強の名義、はい間違いない、ありがとうございます。僕たちもしっかりと、はい、努力できるようにエンターテインメントを発信していきたいと思ってますので。ありがとうございます。もう近藤先生ありがとうございます。ありがとうございます。僕らが変わらないと日本を変えられない。続けよ、僕らにできることを。